Ja.今日さ、新しい警備会社で、今、研修の休憩時間なんだけど、会社すぐそこだから、俺だけ事務所来た。めっちゃ眠たい。夜勤明けに9時からまた研修受けてんだけど、しかも今日6時半まで済んだってよ。寝かせるかな、マジで。そう、他の奴らは、コンビニで買って、その研修会場で飯食うやつとか、近所の立ち食いうどん行ってんのに、俺だけ、自分の一人の事務所で飯食ってね。あ、中身全然違うね。教育の、資格を持ってるやつのさじ加減で全然違うから、やってることは全然違うね。まあまあ、でも、それは同じ警備業の話やから、似たようなこと。もう今日なんかもう AED の話とか、そんな、あと放置機の話とか、もうそんなの、もうこの間やってんやん、みたいな。で、俺と一緒に受けてるやつが、施設の警備10年やってました !15 年やってました何年やってましたとか言うてるやつばっかりやのに、何にも答えられへん。バカだな、あれ、マジで。もう警備業界ってやっぱバカしかいねえな。60か70かのじじいか知らんけどよ。何一つ答えれないんだけど。ようそれで警備10年やってきましたとか、恥ずかしげもなく言えるな、自己紹介で。さあ、警備業界と底辺ばっかりだわ。あいつはバカだから。もう俺なんか言ったら俺もう超優等生になってまえ。俺夜勤明けで寝ぼけてきてんのに全部俺が答えてんねんけど。まあ、人工呼吸のあの人形さんもやったけど、俺以外誰一人としてちゃんとできへんねんけど。バカなのこいつら。あんなやつが警備10年やってんの。警備員なんてそれはいらんわな。ゴミばっかりだな。マジで。あいつら何の役にも立たんぞ。いや、警備10年やってて、こんなんありましたわ、あんなんありましたわ、言うてるけど、でもお前何もできなかったんだろう、みたいな。そう、でも時給は同じ。最悪やろ。ハゲのなんかもう、ともってるおっさんとか、もう、ぐへぐへぐてるおっさんとか、ちょっと若いんかな、思ったら、そいつもなんかともってるし、お前らみたいなばっかり。もううちのリスナーみたいなばっかり、警備業界なんて。こんなはっきり喋れるの俺しかおれへんからね、警備業界で。今朝まで行ってた夜勤のところも、あれつけんのよ、インカムつけんのよ。ね？トランシーバーつけんねんけど、なんか俺にめっちゃ対応ええんやんか。何かなと思ったら多分そういうことなんやろな。他のやつだからどもってちゃんと対応できへんから、俺が普通に対応してるだけで、うわ、めっちゃできる警備員さん来た、みたいな。いや、俺は普通のことしてるだけやねんけど、みたいな。普通に、今から巡回しますとか、今から立っときますとか、ちょっと休憩しますとか、適当にインカム使って言ってるだけやのに、わかりました、お願いしますみたいな。他のやつの時はもうドモって何言ってるか分からないし、カット好きかってやりよるか、こいつらボケがって、クソ警備員がって思われてるのに、これ堂々とシャクシャクするもんやから、いや、めっちゃええ扱いよ。警備員業界略称。まあ、お前らでは無理よ。お前らみたいなのしかおれへんから、お前らでは無理よ、うん。俺やからできるって話やからね。勘違いすんのよ。うん、マジで。いやー、まあ、警備員なんてクソしかいねえわ。だって今まで警備会社いろいろ見てきて、警備員いっぱい見て、昨日とかパチンコ屋の警備員とか、その辺におる警備員とかも、チェックしてるけど、まともなやつどこにもいねえじゃん。
もうあの、くたばりかけのじじいか、ボケてるじじいか、あの、気弱なやつか、頭おかしいやつしかいねえじゃん。警備員業界でまともな人間見たことないんだけど。そもそも研修してくれてる先生も、変わり者多いからな。まあ、そこまで言ってるのは多少はまあ、まともな人多いよ。やっぱり、セコム出身のちゃんとした人とか多いけど。あの辺のわけわからんとこで10年やってましたやつ、ろくなやつおらんぞ、マジで。偉そうにして、それで。バカばっかりだから、警備員なんて。マジでよ。それはショック採用されるわ。俺、警備員で落ちたこと一回もないからね。マジで。配信者と同じ？違うよ、リスナーと同じ。配信者は、吹っ切れたアホばっかりやんか。中身ないけど吹っ切れたアホばっかりやんか。だから、あの、人集めれるね、あの、動物ぐらいにはなれるよ。動物園の猿みたいな感じぐらいにはなれるよ。警備業界なんて、どうせ警備員なんて誰もまじまじと見ねえだろ。ね。だからその辺に立ってる警備員を見ててみたいが、みんなスマホいじっとるから。何言ってるかわからんし。勝手に仕事中になんか使用の電話とかしてるし。そこだけで何の役にも立ってへんバギアスしかいねえからな、警備員なんて。昨日なんて、あの、古川橋のあの免許のね、門真の試験場の近所の現場に警備員の、もう6時2人だったけど、前と後ろに警備員大募集もう広告塔なっとんぞ、あいつら。もうそれぐらいしか利用価値がないのよ。ほんまは交通誘導ってのはずやのに。それすらできんくて、もうそこおるだけで、ね、あの、警備員大募集。あれこれ手当てつけます、みたいな、しつこいで。もう会社も分かっとんのな、このじじいはこいつか、もう利用価値ねえな、みたいな。とりあえず、でも、頭がずっと大変から、その現場に2人行って、みたいな。だってそのじじい2人とも声出しなかったからね、工事現場やのに。危険だろ、あんなの。いらねえだろ。マジでやばいよ。俺今まで何社とは言わんけど、警備会社行って、あの、全部面接通ってるからな。一社たりとも落ちたことないからな、警備員で。どこもすぐ来てくれ、来てくれ。なんやったらもうネットで応募しただけでもしつこく、まだですか、面接まだですか、みたいな。立ってることにも、立ってるところでもない。そこにおるだけの意味しかない。ある意味そこにいるだけしか意味がないっていう。やばいやろ、お前。マジやばいか。いや。セコムとかある人といけるけど、大手は、正社員しか募集してないねん。俺、正社員になりたくないねん。アルバイトがええねん。ちなみに、おじちゃんの警備員登録したうちの一社は、準大手やけど。準大手やけど。上場企業やから。純法廷か、やばない。あ、ちなみに、研修会場に1時に戻ればいいから。今日は、あの、9時から研修やってて、俺8時50分にここ出たから。それで間に合ったから。どんだけ近い距離やねん、みたいな。こっからトイレ行くぐらいの距離で研修会場戻れっから。そうそう、ゴミ。だから多分ね、セコムもゴミなのは分かってきた、なんとなく。セコムの仕事の下請けでよう何個か行ったけど、現場。
セコムもバカやってことがよく分かった。あいつら鍵開けに来るしか脳がねえもん。何でもかんでも仕事引き受けて下請けに振ってくるけど、二人で行ったら実際三人必要やった現場やったとか、なんかもう一時で帰ってはずが朝6時まで降ろされたとか、そんな現場多いからね、セコム。セコムクソやで、マジで。あんま言うたら迷惑クソになるわ、言わんとこ。マジでやばいよ。その、受けてる下請け会社もクソやから、どっちがクソかわからんけど、もう警備なんてクソしかないわ、マジで。まっとうなやつがそういうような職業じゃないから。だって、おってもらうのも一緒なんや。まあ、一応ね、一応、威嚇するために警備員おるぞ。それだけの仕事やから。その辺だったら警備員見てみろよ。しょぼーしょぼくれたちっちゃい、なんかもう、ふってしたら倒れそうな自信ばっかりだろうがよ。あれが役に立つと思うか。その辺の中学生の万引きでもあんな奴は倒せるぞ。マジで。え？もう戦えへん。いざという時見とくだけやな。なんで命かけなあかん。そんな給料持てねえわ。なんか、わーなってきたら、スマホでピッポッパって言いまして、大変なことになってますよ。それが仕事や。戦え。戦う分の給料持てへん。若いお姉ちゃんが心臓発作起こしたら、な ?AED 使うふりして服をビャービビビって破るけど、それ以外何もせえ。それが119番通報して、お医者さんか看護師さんはいませんか、お医者さんか看護師さんはいませんか、言うて。せん。知らんと。俺の仕事ちゃうぞ。あ、学校警備ね。でも学校警備給料安いし。学校警備こそ正社員しかおらんねんけど。夜勤あんまないよな。うん、夜勤がええねん。いや、だってカスな仕事やから時給1000円しかないやんか。よくて時給1000円やで。ほな、もう残業するか、夜勤しかないのよ。しかも残業も、なんか、貧金ルールでからとか言って、わけわからんこと言って、8時間超えても残業代払いやがれへんの。クソ会社だろ、マジで警備会社って。そうなったらもう夜勤するしかないのよ。夜勤だったら、問答無用に 25% アップだから。これはもう法律で決まってるから。だからどう考えても夜の10時から朝の5時までは1250円なのよ、時給が。うん、それしかない。それしか方法はない。警備員なんてそれしか方法はない。それで適当にあとはもう何時間も。うん、ね。いや、労基に訴えても、だってそれは国が認めてる制度やから。クソだろ、国、この国。日本死ねよ、ボケが。頭おかしいんか、政治家。まあ、令和とか、犬国見ててもね、わかるし、ね、自民や公明やね、民主見ててもわかるように、国会議員なんて、頭おかしいやつがなんねん。賢いやつが国会議員おるか。アホで暇やから国会議員なんねん、みんな。ここおかしいやつが国会議員なんねん、そいつらが法律決めてんねんぞ。ね、日本が良くなるわけねえだろ。日本がクソになったら当たり前に決まってんだろ。それは我がの会社の利益のためにね、もう麻生を見てたらわかるやん。麻生ヒューマニー、麻生グループ、麻生生コン、麻生グループのためだけに政治をするから、ね。麻生はいつまでたっても金持ちなのよ。ね、次選挙で落ちて、ね、もし国会議員じゃなくても、もう麻生はもう何、ぼーっと職だけでも飯食えんだから。
あいつこそ暇つぶし人生ロスタイムで国会議員やってんねんぞ。軍属帰って。で、また金儲てんねんで。それを許してのはお前らやから。お前らアホやから。お前ら国民アホやから。マジで。お前ら日本国民アホやから。お前ら日本国民舐められてるから。お前らアホやから。ね、お前らが決めた国会議員ってそんなやつばっかり。ね、人気投票で入れるからね、そんなやつばっかりしかお前ら用意入れへんやろ。な。マジで。でも N 国とか令和みたいに政権取らしたいね、マジで。民主はあかんかったけど、ね、また、そのやつらが出てきて、自民がダメ、ね、民主がダメだったらもうしゃあない。ね、維新とか、ね、N 国とか令和とかに政権取らして、なんかぐっちゃぐちゃにしたいね、もっと。うん、あいつらがええようにええようにね、自分らにいいように政治したら、そんだかのこぼれをお前らも、何割かぐらいは受けれるかもしれんと、うん。今のね、金持ちだけのための政治だと、お前ら、その金持ちをつるんでないから、お前らのための政治なんか全くないだろう。でも、そのためにお前ら一票入れてんねんと。バカだから、お前らは。お前らバカだからよ。うん、だったらね、維新とか令和とか、ね、N 国に入れた方がよっぽど増しちゃうか？自民が嫌なんだったら。自民がいいって言うんだったらもう自民入れとけよ。ああ、尿税でしょ。ああ、久しぶりでしょ。ああ、久しぶりでしょ。見て、ひよこもらえんねん、俺。俺、初めた頃、ひよこなかったけど、見て、俺、ひよこもらえんねん。すごくない？ね。いや、底辺警備員ちゃうで。ど底辺警備員やん。な、その底辺の中でもまた新人やから。しかも若手で青ばっかりや警備会社の青ばっかり天下取れるぞ。警備会社が今8000社ぐらいあるらしいから、うん、これ K2 セキュリティをさっさと、ね、さここの会社でさっさと近く取ってなさっさと K2 セキュリティを設立して開業してな、警備業界で天下取る。セコム、アルソックをね、下克上しよう。下克上言うて。下克上言うて。じゃあ、警備業界の下克上言うて。いや、前の赤消したんじゃない。それ以上言われへんけど。前の赤とか、そこ触れられへんけど。A 番になっとるから。でも A 番になったら俺じゃなくて朝倉マナティやから。個人が A 番になったんじゃなくて朝倉マナティが A 番になっただけやから。うん、旗出す、うん。懐かしいな。久しぶりに、ここのゴミリスナー雇わねえわ。なんで雇わないといけない。お前らなんか絶対雇わねえわ。お前ら雇うなんてリスクどころか、ノーリスク。じゃあ、ハイリスクノーリターンやね。ローリターンちゃうね。ノーリターンやね。リスクしかねえじゃねえかよ。何のために雇うんだよ。まあ、一枠したら向こう帰るけどな。あと10分したら向こう帰るけどな。すごくない？そこにある、まあ、純大手の警備会社に勤めてる、ね。土底編新人若手警備員は、ね、某会社の社長しかもその会社の近所に事務所構えてるっていう。その会社の事務所の、3分の1ぐらいの広さの事務所を構えてるっていう。すごくない？ここ言うとけど結構広いからな、たまに見せたようにここ結構広いから。ここの、俺の机のところとね、隣の応接と、向こう側の接客ブースと、ここ広いからね、言うとっけど、事務所。うん。いや、物のけたら5人、10人ぐらい、雑魚寝できるぐらいの広さあるから。うん。チラシ配りにも最近やってない。ポスティングね、もう、割り合わんからやってない。うん。そう、場所もめっちゃいいとこやろ。心斎橋から歩いてこれんねんぞ。大阪市中央区やで、ここ。しかも住所、南千葉一丁目やで。警備、じゃって、純大手の警備会社がね、すぐそこにある。同じ一丁目にある。
のところに俺事務所持ってんの。すごくない？しかも焼き鳥の大吉の本社の隣の部屋やから、うん、出世したんやな。いや、出世じゃもう、ここっかりでもう1年ちょっとなるよ。実行の事務所。もう2年近くなる。もう2年経ってんのか。会社設立して2年経ってる。2017年やったんじゃん。うち会社設立。俺の会社っていつ作ったの？うちの会社ね。ほら、会社設立平成29年やから。平成29年やからね、設立。うん。どっかのドルエンスレのバカがね、個人事業主の、ね、代表取締役社長ですから、なんか、こいつ分かってねえとか言ってたけど、お前が分かってないんじゃって話だからね。うん、俺、個人事業主で個人事務所の経営プランニングを持ちながら株式会社も持ってんのよ。ね、だから俺は、個人事務所、個人事業主の、ね、個人事業主兼代表取締役社長なんですよ、これは。ね、2社、会社を2社持ってるっていう頭がないねんな、そういうアホな奴らは。ね。K2 ホールディングス作るんだから会社なんてね、10個でも20個でも30個でもあってもいいのよ。うん、その上にホールディングス作っちゃうんだから。その下に、ね、プロダクション、プランニング、セキュリティ、プロパティ、あと何や、ロジスティック、介護って何て言うのタクシーも入れてもいいな。ね、いろんな事業をね、展開していって。いろんな事業を展開するけど、やるのは全部俺っていう。うん、在庫何も抱えへん。で、仕事が入ってくる。俺が動く。俺金もらえる。俺爆益みたいな。うん、幽霊会社じゃ、まあ幽霊会社やけど。K2 テレビジョン。K2 テレビジョン。ボクチョン TV。個人チャンネル。何でもありなんだよ。でもそれを全部俺一人でこなしちゃうんだ。見て、髭伸びてきてんで、これ。やばない。他のやつは研修一本しか来られへんな。単細胞なバカ。警備、施設10人行ってます言うてんのに何も答えられへん。バカ。これしか、一個しかできへん。バカしかおれへんけど、俺、よその会社で夜勤してきて、この研修受けてんねん。で、ここは自分の事務所来て、配信して、ここからまた研修戻って、んで帰んねんねん。一日に何個やってる仕事って話よ。うん、ね。それだけやらんと、それだけやっても土手変化抜け出せない世の時代にね、警備10人行ってみます。死ねえよ、マジで、うん。日本が終わってんじゃねえんだよ。てめえが終わってんだよ。っていうホリエモンの言葉を借りれば、そのままそういうことや。お前やから金稼がれへんねん。わしでも金稼がれへんのにやな。わしが金稼がれへんのになんでお前らみたいな程度が俺より稼げるはずわけがねえだろ、バーカ。ゴミリスナー雇わないわ。使い道ねえだろうよ。まあまあ、俺の営業力で仕事が増えても、どうしてもになったらな、お前ら警備登録して、お前ちょっとここの現場行ってこい。立ってこい、お前。立っとくだけでそこ立ってこい、言うて。いかしちゃうけどやな。うん、俺思ってんけど、俺警備員向いてるかもしれん。なんでかっつったら、俺小学校の時よう立たされたのよ。濡れ衣で。俺がいたずらしたんじゃなくて、俺の後ろのやつが俺にいたずらして、俺がやめろよって言ったのに、俺お前立ってろって言われて廊下立たされること、しょっちゅうあって、小学校の頃。死ねえよ、草教師だめ。だからその頃から立たされるの慣れてんのよ、俺。その1時間ずっと立たされて、バーっとね、立たされて、あ、時間まだ終わんねえかな、この授業、って。そういう時間のね、過ごし方をね、たくさんしてきたから、俺慣れっこなのよ。向いてるわ、俺、警備に。今日も現場の前で、ホテルのね、前で、バーっとね、7時間も。まあ、そのうち巡回もしたけど、ね、バーとして7時間も。しかも飲み屋街、歓楽街でやる。歓楽街のホテルのエントランス、ブーッと立って、警備員かわいそうってバカにされながら、ブーッと立って、7時間過ごして。まあ、それで時給1250円、8500円ぐらいのもんや。な？アホやで。マジで。
ある意味いじめやで、ね、ある意味いじめっていうか、もう人生というか、この社会にいじめられてるよね、俺。社会のいじめられっ子よね。できるのにいじめられてんね。他のやつほら、クソやからできへんから、この仕事でええやん。お前、警備やっとけよ、くらいのもんやんか。マジで。何言ってるか分からへんね、こいつ。答えてるものもぐちゃぐちゃやし、みたいな。前、おっさん二人はベテランやのに分かってないし、みたいな。で、体も動けへんし。心臓マッサージはできへんかったからな。俺しか心臓マッサージまたもんできてなかった。俺一発でできたけど。俺、まあ、俺一番最初やったけどな。クソばっかりだもん。もう、ほんと人生クソばっかり。まあでも、この業界では、俺、すごい超優等生やから。超大型ルーキー、優等生大型ルーキーみたいな。うん。だってでも、この業界の中で俺多分、天才超えてるクラスやで。うん。頭良くて、何か、行動もできて、うん。この業界の中ではやで。一般行ったらカスやで。一般社会から見たらカスやで。でも、土底辺の社会から言うと俺、神やで。ゴッドやで。俺、なんやったらプレミアムオーハーですやで。プレミアムオーハーですやで。ゴッドゾロイやで。他のやつはフェイクリップやけど、な。俺、ゴッドゾロイやで。ちゃまいじで。この業界に限ってはやで。おはようございます。おはようございます。もう終わりやで。もう昼休憩終わりやで、これ。次1時から始まるから。昼間の研修。6時半まで長いわ。どこ時間半も。もう絶対寝る自信ある。何回も寝そうなったけども、こってひしこいて、こ見て起きとったけど、もう俺昼から絶対寝るから。間違いなく寝るからな。俺何時間起きてる思うとんねん。いや、一応仮眠はしてんで。ちょこちょこ1時間2時間の仮眠を取ってるけど、な？この丸2日間での睡眠時間6時間ないから。うん、そう、ゴッドゾロイでも犬3回のしかも50ゲーム、上乗せなし。ね？うん。ループなし。そんな感じ。ゴッドゾロイ犬3回、50ゲーム、50ゲーム、50ゲーム、ループなし。わおーみたいな。ね、いうことでありがとうございました。次はどうしようかな。もう終わったら帰りたいねんけど。うん、今日の夜は多分夜勤このまま入れへんから、明日また9時から研修行って、明日5時半ぐらいに終わるから、その後ここ来てもいいし、家帰ってもいいし、うん、で、明日夜勤別に入れてもいいしな。まあ今のところ何も入ってないけど。うん、そんな感じですよ。ありがとうございました。あ、尿税隊、尿税隊な。ありがとうございました。またね。また来てください。ありがとうございました。ね。てれっててれ、てれれれって、じゃんけんぽん！ありがとうございました。さよなら。